こんにちは、速稼塾の久保です。今回ですね、確定申告について、まあ、私たちがね、どうしても言いたいことをどうしてもぶつけたい人にぶつけてくださっているいつものね、小川淳也衆議院議員 の熱の入った答弁をね、皆さんにもお見かけしたいと思います。お見せしたいと思います。まあ、ぜひね、これすぐご覧ください。もうね、私たちが思ってることそのまま言ってくださってます。確定申告の大変さ、そして確定申告をさせる方のだらしなさ、この2つをですね、よく言ってくださいましたということでございます。それでは VTR どうぞ。まあ、ちょっといずれ村山さん答えてくださいね。これ誰の指示だったのか、どういう判断だったのか、村山さんいずれ答えてください。これそれで大塚さん、まあ、個人情報うんぬんとおっしゃいましたがね、約1万強の名簿でしょ。内閣府の人事課って一体何人の人事情報を管理してるか知ってますか。内閣府大臣官房長大塚幸宏君。お答えいたします。申し訳ございません。今直ちにお答えできる情報を持ち出しておりません。1万4461人じゃないの、定員は。内閣府、この人事情報を管理している人事課がこの招待名簿の個人情報を管理させできませんって捨てる、やめなさいよ人事官僚。なんて言えばいいんですか、こういうのは。この言い逃れは恥ずかしいにもほどがあるし、情けないにもほどがあるし、昨日から聞いてても、このもっと言いますよ、まあ、これ政府全体だ。今年度予算、官房長官総大臣、マイナンバー推進したら5000円1人ありますって言ってるじゃないですか。カード取ればこれに2500円も500億円も使うんですよ。その方やどっかの省庁のどっかの部局は こんなこの程度の名簿管理できませんって捨ててるんですよ。やめたらどうですか、このマイナンバーカード2500円も使うのは。麻生大臣、もう一つ申し上げます。今週確定申告始まりましたね。今一生懸命納税者は税務署行って証拠書類を提出して、正確に納税申告書を書いて、1円単位までミスのないように税金を納めてますよ。大臣、麻生大臣、納税者に一体証拠書類何年保存させてるかご存知ですか。財務大臣麻生太郎君。まず事前通告はありませんでしたね。これ言いますかね。ありませんでしたねと確認をさせていただきます。ありませんね。その上でお答えさせていただきます。そういういかにも事前通告があるかのことを言われているちょっと立場がありませんのでね、確認をさせていただきます。今のところ私も事前通告がありませんので、私の記憶を申し上げて、あなたの間違える可能性もありますので、この場で差し控えさせていただきます。小川淳也君。まあ5年とか7年じゃないの、領収書とかいろいろと。それでね、税金を払う側には、納税者にはやれ5年保存しろ7年保存しろ正確に書け、使う側は何に使ったのか誰に使ったのか情報管理が不安だから即時廃棄、そんな話は許されるんですか。不届きだ本当に。単に不都合を隠蔽してるだけでしょこれ。おかしなものが混じってるから出せないんです。正直にそう言った方がはるかにマシですよ。そういう話だ。もう一つ最後に、これ人事課なぜルール改正したか改めていただきますがね、今度は総理側ですよ、推薦した側。これはルールを改変すらせずに捨ててる。どうやって捨ててるか。推薦名簿は日程表と同等だと、低い扱いの文書だ、価値のない文書だという無理くりの当てはめをして捨ててる。その会社はね、官房長官、これ不適切ですよ。すぐに改めろと、この場で指示していただけませんか。内閣官房長官、菅義偉君。それぞれの行政文書の保存期間は、ご承知の通り、公文書管理法や政府全体のガイドラインに基づいて、各省庁において保存期間を設定するように定められております。内閣総務大臣の推薦名簿については、政府全体のガイドラインにおける、定型的日常的な業務連絡に該当し、大量の個人情報を含む文書の管理の負担などを踏まえて、内閣総務大臣において1年未満の保存期間と定めております。こういうルールです。あくまでルールに基づいて保存期間を設定をし、内閣官房の判断で適切な時期に廃棄したものと承知をいたしております。以上、小川淳也君。まさに今日破壊したいのはその言葉なんですよ。適正にルールに従ってやってる。官房長官ね、桜を見る会は、ちょっとよく聞いてくださいよ。ちょっとよく聞いてください。いろんな大事な打ち合わせもあるでしょうが、ちょっとよく、ここ大事なところなんで。桜の会は、ね、官房長官、4月の13日に行いました。これ別に4月13日だろうが、何日だろうが、いいんですよ、こんなことは。主催者は、総理大臣と決まってます。これは重要なことですが、動かしがたいことなので、議論の対象にならない。何をやったのか、花見をしたんですよ。そこでやったのは、花を見ることと、飲食と、懇談。これも当たり前なんです。ということはですよ、この桜の会、桜を見る会は、いつ、あ、それからもう一つ、会場新宿御苑ですよね。これもどっちでもいいんですよ、別に。上の公園だろうが、いや、それはいろいろ物理的なことや経緯ありますよ。しかし、本質じゃない。ということはですよ、いつ、どこで、何を、誰の正体でやるかは、まあ、動かしうることであり、どっちでもいいことであり、本質ではないんです。この事業の本質は、誰を正体したかにあるんです。誰を招待したかがこの桜を見る会という事業の核心なんです。その事業の核心たる名簿を内閣総務官室は日々の日程表や業務管理表と同等の価値のない低い文書だと言ってるわけです。そうやって捨ててるわけです。官房長官、改めてお願いします。この事業の核心は誰を招待したかにあります。それを唯一担保する招待した名簿は極めて重要な公文書です。そして人事課にはその気になればそれを適正に管理する能力があります。改めてこの文書の保存1年以上とするようにこの場で官房長官指示をしてください。内閣官房長官菅義偉君。このいつから1年未満ということを遡りましたが、今分かる範囲で菅政権の時からだったんです。内閣総務官室の名簿というのはかつての野党政権の時からであります。その時からで遡った時はそこのところなんです。そして行政文書のですから、その前から多分私も政権遡ってそうだったと思いますけど、それぐらい
前から行われているということが事実であることはぜひ申し上げておきたいと思います。行政文書の管理に関するガイドラインにおいては事務事業の実績の合理的な後付けや検証に必要となる行政文書に該当すれば原則1年以上の保存期間とされます。桜見る会については例えば予定通り運営を行うことができたかを示す当日の運営等に関する資料、どういった性格の方がどの程度の人数参加したかを示す内訳表などが該当される一方、後者のものは今5年ですか2年未満じゃないんです。そして一方、単に招待者の指名を列挙して招待名簿については該当しないということを考えられ、招待者名簿は1年未満の保存期間という形で設定されているのが現状です。以上、小川純也君。菅直人さんの参考人処置を求めてもいいぐらいですかね。それから当時の損壊室誰がやってたのかな、これは聞いてみなきゃいけないですね。ただそれがもし事実だとすればそれを受け止めましょう。でしかしそれはそれとしつつ、現在の取り扱いが今私が申し上げた趣旨において本当に適切かどうか改めて検討してください。それでは、官房長、時間が終わりましたので、もうやめますが、もう一つ本当はさっき聞き忘れたな、森大臣、検察の人事のことなんですよね。今からちょっとその実務的なことを調べたことして、これもう一つの論点は、なぜ半年延長したかなんです。法律上1年延長できる。そうすると半年後には、カルロス・ゴーン逃亡事件は決着つけられるのか、半年後に。半年後って8月。8月といえば、稲田検事総長の退職、定年退職日の前後でしょ。なぜ半年延長したのか。法律には稲田さんにつなぐためとは書いてありませんから。法律には業務、検察業務に対する著しい、国家公務員をするとしても、我々に反対ですよね。なぜ半年なのか。それは相当説明責任があります。それはまた次回改めたいと思います。ありがとうございました。よろしいですか、答弁。